温かい拍手ありがとうございます。皆さんこんにちは。ありがとうございます。広島県警察サイバー犯罪対策課の梶田といいます。本日は司会を務めさせていただきます。よろしくお願いします。本日は広島県警察サイバーセキュリティコンサートにお越しいただき誠にありがとうございます。皆さんに質問です。サイバーセキュリティ月間についてご存知でしょうか。知ってるよーかな。まあ知らなくても大丈夫です。本日知っていただければ全く問題はありません。じゃあ見ていきましょう。毎年2月1日から3月18日までの期間をサイバー犯罪の被害に遭わないように国民一人一人がサイバーセキュリティについての関心を高め理解を深めるための取り組みを集中して行う期間のことを言います。その一つの取り組みとして今回3回目となる広島県警察サイバーセキュリティコンサートなのです。まずプログラムを紹介します。前の画面ご覧ください。前半は広島県警察音楽隊による演奏とサイバー犯罪の被害防止に関するお知らせをさせていただきます。そして後半は音楽隊と安田女子中学高等学校ダンス部とのコラボステージとなっております。ぜひこの機会に音楽隊による演奏とダンス部の皆さんのパフォーマンスを楽しんでいただきながらサイバー空間に潜む危険について知っていただければと思います。それでは早速広島県警察音楽隊による演奏に移りましょう。音楽隊の皆さんよろしくお願いします。音楽隊の演奏と皆様の安心安全を守るためのサイバーセキュリティに関する情報をお届けしてまいります。また最後には安田女子中学校高等学校のダンス部の皆さんとのコラボもありますのでどうぞ最後までお聴きください。先ほどオープニングとして演奏しました曲は今から24年前の1999年に放送が開始されたアニメおじゃ魔女ドレミよりおじゃ魔女カーニバルをお届けしました。
アニメの放送は終わっていますが、今でも人気の楽曲で、YouTube などでは演奏してみた動画や面白いダンスの動画がたくさん配信されていますので、ご興味のある方は見てみてくださいね。それでは次の曲に参りましょう。オープニングに続いて演奏する曲は、NHK 連続テレビ小説ブギウギより、主題歌のハッピーブギです。